アーケシュフース城、外観地図、アーケシュフース城、アカーシュススラットオージーフェニングは、ノルウェーの首都オスロにある古城。アケルシス城とも、もともとは、オスロを防御する目的で建設された。アーケシュフース城、アーケシュフース城からの長望最初に、建設が着工されたのは1290年代後半頃で、方根五世主導のもとに行われた。この城は、 テンスバル城塞にとって変わり、その時代のノルウェーにおける二大城郭の一つとなった。アーケシュフース城は、ノルウェーの貴族、サルプスボリのアルフ・エルリンソンによるオスロへの攻撃に備えて建設された。城塞は、敵からの攻撃の多くを、特にスウェーデンの軍隊による襲撃をうまく切り抜けた。17世紀初期、クリスチャン4世の統治の下、城塞は、近代的に改築が行われ、 ルネサンス様式の宮殿として完成した。城塞はスウェーデンの公爵、セーデルマンランドのエリクック10世による構成が行われた1308年の戦いで最初に使用された。エリクック10世は同年に王権を勝ち取っている。ノルウェーにおける大部分の商業が海を利用して行われていた当時、海軍が軍事力の生命線となっていたため、城が 海と近接していたことは重要な特徴であった。城塞は首都にとって戦略的に重要だったことからノルウェー全体にとっても重要なものであった。アーケシュフース城を支配した者がノルウェーを制したのである。他国の敵軍によって城塞がうまく攻略されることは決してなかった。しかし、デンマークとノルウェーがナチスドイツの軍により攻撃を受け、 ノルウェー政府が首都から避難した1940年、城はナチスとの戦闘なしに降伏した。第二次世界大戦中、ドイツの選挙者によって、城で複数の人々が処刑された。また、戦争が終結した後、戦犯として裁判にかけられ死刑の判決を受けた、ノルウェーの反逆者たちも、この状態で死刑が執行されている。この中には、ノルウェーの政治家、 軍人であったビド君首スリングも含まれている。アーケシュフース城は未だに軍事領域であるが午後9時まで一般に公開されている。城からは海やオスロ市内が見渡せる。城に加えてノルウェー軍博物館とノルウェーレジスタンス博物館も訪れることが可能である。ノルウェー国防省とノルウェー国防本部はアーケシュフース城の東側に 最新の共同本部を置いている。ノルウェー王室の複数の人物が城内にある王室霊廟に眠っている。埋葬されている王室の人物は以下の通り。城塞の一部はアメリカ合衆国フロリダ州オーランドにあるテーマパークエプコットセンターのノルウェーパビリオンで再現されている。ありがとうございます。